残念なことに、多くの子どもたちの体が今も放射能に蝕まれています。例えば、事故現場から200キロ以上離れた村でも、子どもたちのうち 23% が白内障にかかったり、失明したりしています。その村では、84% 以上の子どもたちに不整脈が見られました。まるで心筋梗塞の予備軍です。というより、すでに多くの若者が、心筋梗塞にかかっているような状況です。およそ 80% の子どもが胃炎や潰瘍を患っています。特にひどいのは12歳から15歳の子どもたちです。胃の粘膜が萎縮し、まるで70過ぎの老人のようになっています。つまり放射線の影響を受けた子どもたちは命の炎を急速に燃やし尽くし、将来病気になることが確定しているんです。私自身同じような状況にあります。体内でいくつかの酵素を作る能力が失われてしまったので、食べられるものがごくわずかしかありません。もう慣れてしまいましたけどね。科学者の放射線被曝許容量は一般市民の10倍とされています。いろいろな自衛手段を知っているためです。普通の人よりも健康で放射線に強いからじゃありません。魚は調べたんですか？他の人に食べてもいいと言われましたけど、子供は1キロあたり37ベクレル以上の放射能を含んだものを食べてはいけません。これは70ベクレルもありますよ。あなたは釣りを？はい、趣味で。なるほど、それで合点がいきました。とにかく子供に与えてはダメです。子供たちはそんなにたくさん食べてませんよ。ただ私が食べているとねだるので、ちょっと味見させているだけです。こんばんは。こんばんは。浜中愛津亭です。今日最初は今年4月から大幅に厳しくなる食品に含まれる放射性物質の基準についてです。その基準がこちらになります。はい。こちらです。新しい放射性セシウムの基準値は、一般食品で今の暫定基準値の5分の1の 1kg あたり100ベクレルに、牛乳と粉ミルクなど乳児用食品は50ベクレル、飲料水は10ベクレルになります。これについて厚生労働省は国の放射線審議会に意見を求めていました。国の放射線審議会は新たな基準そのものについては了承したものの、食品の種類によっては流通が難しくなるものが出る恐れがあり、社会的な影響を最大限考慮すべきだとする見解をまとめました。国の放射線審議会の今日の会合です。新たな基準そのものについては差し支えないとして了承しました。ただ審議会として次のような見解をまとめました。まず新しい基準値は実態よりも放射性物質による汚染を多めに見積もっており、これを多少上回ったとしてもリスクの上昇はわずかだとしています。また基準を厳しくすることで食品の種類によっては流通が難しくなるものが出る恐れがあり、社会的な影響を最大限考慮すべきだなどと指摘しています。さらに50ベクレルとなる乳児用食品と牛乳の新たな基準については、子どもへの配慮はすでに十分なされているとして、一般食品と区別することに疑問を投げかけました。放射線審議会の丹羽大綱会長は、新しい基準値は安全を確保するための配慮が十分なされていると強調しました。100であれ50であれ非常に安全を見てやっておる、健康影響が起こるというふうなことをその心配なさって行動なさる必要はないし、ましてや食前を2つに分ける必要もないと。